はい、皆さん、こんばんにちは。そしていらっしゃいませ、浅野くんいきです。それではキングダムカムデリバランスやっていくぜまあサブイベントの薬をなんちゃらしてくれみたいな。神が見守ってくださいますよ貴様このような暗い時代では特に。そうですか。ウージッツの女たちの集会に行った。ウージッツの女たちの集会に行った。それで何かわかったかいひどい騒ぎを起こしてた。それで彼女たちを魔女だと思ったんだろう。キコリたちが襲いかかってきた。殺そうとしたんだ。なんてこったい。それでどうなったんだい。全員殺した。殺しただって全員殺した。何の騒ぎかと見に来ただけの男たちを殺したってのかい仕方なかったんだ。話が通じなかった。あいつらは魔女を殺そうと必死だったんだ。悪かった。すいません。聖母マリアよ、私に悪意はなかったのです。我が罪をお許しください。そして残りの人生にどうかご慈悲を。それからあんたはもう行きな。主が見守りくださいます。そうですな。マカビンミンドがミンミンドがあります。兵士の眠気を覚ますものが必要なんだ何か役に立つものを知らないか。ミンミンド眠気を覚ます調合薬なら知ってるわよ、うん、よければ作り方を教えてあげるわ。作り方だが少なくとも100人分は必要なんだそう言われてもどうしようもできないわ。必要な時に少しずつ作るしかないわよ。それでやるのやらないの。やる。そうしてくれると助かる。なんじゃそりゃ。薬用植物について教えてくれないか。いいわよ。ああ。初級。基礎の練習をした。わかったわ。で。ああ、はい。じゃあよく注意を払って。上達しました。なんじゃすり。薬用食いいわよ。ああ、より高度。最初に基礎を学ばなくていい。ダメかね。まあでも幸運を。なんなんですかもう。ああ、でもここで錬金術はできるはず。やるか。ここだな。ねえ、これか。うん、完成。こんな感じが。はい、ついだよ。ここにいるっぽいんだが、誰だい。コンラッド・カイザーがどこにいるか知ってるか。どうだ。もちろん。ここの管理人の家に住んでる。修道院の隣の庭にある大きな家さ。ああ。
なるほど。コンラッド改造さん。元から、ほう。高く売れそうやないか。こんなとこいつ出てこいよ。中にいるのか。アーマ。あなたのような騎士様が私に用があるなんて光栄です。コンラッドカイザーはここに住んでいるか。コンラッドカイザーはここに住んでるのか。そうだ、あの世界的にご高名なコンラッドカイザー様だ。誰やねん。世帯機世界的に高名な。世界的に高名。今は違ったとしてもすぐにそうなる。俺たちのカイザー様は偉大な天才なんだ。カイザー彼が考え出すことをお前は信じられないだろうがな。なあ、俺の言葉覚えておけよ。わかった。彼と話がしたいんだ。おお、そうか。何の用だ。俺も弟子なんだ。新兵器の輸送の件だ。トバイアス・フェイファーの使いできた。コンラッドにタルムバークの城攻めに協力してほしいんだ。はあ、それは大事だな。入れ。彼が協力できるかどうかは知らんがな。そうか。さあ、鍵だ。ありがてえ。ここは誰の家？ここは誰の家なんだ？ここの管理人の家さ。尊敬すべきバーグの男爵、セバスチャン卿のな。セバスチャン、あまりそう思ってねえよ。あまりそう思ってないようだ。いや、そんなことないさ。雨が鼻にジョボジョボ降り注いだってツンと済ましてる男だもんな。そりゃすごい。ところで管理人って何をしてるんだ。おやさん。まあ本来はこの辺の地域の面倒を見たり平和を守ったりさ。はい、今言ったぞ。だが実際はこっそりみんなから物を盗む方に興味があるみたいだ。何？ありがとう。ありがとう。いいってことよ。ええってことか。主が見守ってくださいますよ。なら邪魔だよ。帰れ。ああ、おお、管理人。何でもお申し。何でも。コンラッド・カイザーがどこにいるか知ってるか。どうだ。あの間抜けなおっさんに何か用。間抜けなおっさん。高名と言ったり、間抜けと言ったり。修道院の隣の中庭にあるでかい家にいる。主が見守ってくださいます。ここじゃねえのかよ。お前か、セバスチアンだ、お前。セバスチアンには用はねえ。いる？いねえな。こいつはいつまで寝てるんだ。で、ここじゃねえか。もしもし。入りたまえ。入りたまえ。ああ。ん？知事。びっくりするじゃないか。脅かすんじゃない。なんだよ。入れつっとろ。
アーバンかと思った。何の用だね。外にいるアーバンさん。コンラッドさん、スカリッツの優秀な技術者であるトバイアス・フェイファーからご挨拶をことづかってきました。フェイファー、トバイアス・フェイファーだと聞いたことがあるぞ。何やら面白い採掘機を発明したんだったな。その彼が何の用だ。タルムバークで今何が起こっているか知っていますか。少しな。城が奪われたというのは本当か。はい、城を取り戻さないと。ハゲだ。それでマイスターフェイファーに投石機を作る指令が降りたんです。でも彼は自分では無理だと言ってました。それはそうだろう。城攻めの兵器と採掘の道具を作るのでは全くの別物だからな。くそったらいい。その野蛮人どもに巨大な石の雨を降らせてやりたいが、ハレペンと用皮紙で解決できるものではない。私は今ここを離れられんのだ。どうして。それは、それはなぜですか。話せば長いんだが、私は少し、いや少しどころではないな、ニコポリスでのシギスムントの行動に批判的でな。信じがたいとは思う。そうだと思うが、シギスムントは敗戦後の私の批判をありがたくは受け取らんかった。それでシギスムントが王を連れ去った時、居心地が悪くなってな、プラハを去ったというわけだ。まあ去ったというのは正しくはないかもしれんな。追放と呼ぶ者もおる。どちらにしても私はベトランに向かった。はい、ベトランで囚われの身だったのですか。ベトランで囚われたんですか。それは違う。あそこは王城だ。私の好きなようにやらせてくれている。そうなの。端的に言って、俗に言うこの追放は少しばかり恵まれておったよ。はあ、有能な助手たち付きで自分の作品に取り掛かる平和と静けさを手に入れたのだ。とはいえこの不穏な時代のおかげでな、かなりの後ろ盾を失うことになった。で、ここで何してんの。それでなぜササウにいるんですか。正直に言って金が必要な。金、世の中。本当ですか。生活に困っているようには見えませんが。私自身に関してはな、生活には問題ないが、作品のためには金が必要なんだ。だから修道院の工事を手伝うことに同意した。研究材、気軽にここを離れられない理由が分かっただ。研究資金。どんな作品ですか。それはどんな作品なんですか。ベリーフォルティスさ、戦のための兵器や武器に関する偉大なる書だ。私の最高傑作、私のお気に入りだ。この部屋でお主が目にした図面は全てこの偉大な作品の切れ端に過ぎんのだ。私の言葉を覚えておきたまえ。世界が機械と夢にも見ないような発明で回り出す日がいつか来る。いつ機械で土を耕して牛の乳を絞ることになってもおかしくないな。そうです。何か言ったかね。いや、何でもありません。今そうです。考え事をしていて、戦いとか。あと何千年後かの話だろ。あなたの雇い主は誰に雇われてるんですか。契約は修道院長と直接しておるが、実際の作業はカレルと話し合って決めておる。カレル。彼がこの現場の棟梁だ。棟梁。逃げるっていうか、だから、金が必要ない、逃げる必要ねえだろ。俺がその分の金を払ってのはどうですか。俺がその分の費用を棟梁に返済するというのはどうでしょうか。さあどうかな。彼らは建築にしか興味がない。職人たちに払う給料が底をつかない限りはそれ以上の金なんていらんだろう。なるほど。給料を支払うのに十分な金がある限りですか。そうだが、何を企んで何を企んでおる。まあまあ。それで盗むってことか。カレルをどうにか説得する方法はありますか。この地域に危険が迫っているんです。お主の言うことも私はわかるが、笹尾修道院は常に中立的な立場を取ってきた。それに修道院長は今ここを留守にしておる。彼の許可なしに彼らは了解せんだろう。修道院長って。しかし一つだけ方法があるかもしれない。あのジジイか。どういうことですか。彼らは文書で仕事の指示を受けておる。身ぐるみに入る。もしそれをお主が入手できたら、修道院長、我らは、そうだ、偽の修道院長の証印とサインを使って書類を偽造することができる。
それは興味深くて面白い計画ですね。ダメだろ。私の発明の才能は大変応用が効くんだ。修道院長が帰ってくる前に戻ればいなかったことにすら気づかれることもないだろう。どうやってその指示書を？どうやってその指示書を手に入れれば？彼の寝室のどこかにあるはずだ。素早くそれを見つけ出し、カレルが気づく前に戻さねばならん。夕方まで待った方がいいだろう。カレルはいつも夕方になるとダイスをしに酒場に行くからな。そう、ダイスにハマっておる。何かに使えそうな情報だろう。ええ、やってみます。めんどっちゅうな。兵器の図面を描いてるってことか。兵器図鑑的にや。うんま。ああ、そこにいた。そうだな。これは、うまい、渡す。やあ。こいつか、カレル。何かお役に立てますか、騎士さん。頭蓋骨は偽物だ。誰かが人間の頭蓋骨に角を固定したんだ。しかし、どこで人間の頭蓋骨を手に入れた？それになぜそんなこと？作業員を怖がらせたり、価格を引き上げるためかも。しかし、それは誰のためにもならん。誰かの頭の悪いいたずらだろ。そしてそのバカのせいで人が殺されかけた。コンラッドの協力が必要なんだ。では彼と話せばいい。協力してもらえることにはなってる。でも場所はタルムバークなんだ。それはダメだ。コンラッドは修道院工事の契約書にサインをした。そして俺たちは彼に金を毎日払ってる。ああコンラッドが離れるのはほんの数日だけだ。ほんの少しの間彼がいなくても問題ないだろう。彼がそこで殺されたりしない限りな。俺の答えは変わらない。修道院長が許可しない限りコンラッドはここにいる。そして今修道院長はここにいない。この地域にとってはタルムバーク奪回の方が大切だ。聞く限りお前の主人にとっては重要で最優先事項なんだろうな。笹生は常に中立だ。とにかく修道院長から直接言われてるんだな。なんて野郎だ。コンラッドが不在になる数日分の埋め合わせならできる。コイン数枚でどうだ。もし修道院の屋根が崩れたらそのコインが何の役に立つんだ。屋根の修理代を払わないといけないのは俺なんだぜ。ダメか。役立たずのあんたに礼を言うよ。どういたしまして。神の報いを祈ってやるよ。元気でな。ああ。報いは、受けさせてやるからな、てめえ。覚えてるよ、これ、やろ。いけねえ。いたな。いた。神のご加護。ダイスが好きだとか。だいぶな。よっしょ。
並み拝見だな。お手並み拝見。よし。どうかな。あ、くそったな。何もなんなんだよ。目をつむって振れば少しは早く進むぞ。4000ポイント無事。うわぁ、クソ野郎じゃん。はぁ、あ、ここで飲むためにはどうすりゃいいんだ。どれだけ待たせるんだ。全然。どうだ、6来い。あ、しくしょう。おい、喉が渇いて死にそうだ。やっちまったな。1。どうかな。マジで。腹が減った。つまみをくれ。はい、お待たせ。これで決まりだ。豊作を祈って。何？それで構わん。お待たせ。どうぞお好きに。今行くわよ。OK。 幸運がずっと続くわけがない。どうぞ。残念。あんただ。俺のターン。どうかな。ほらよ。一杯注いでくれ。だが。ダメか。なあ。もう一回。頭を使えよ。何もかも失っちまうぜ。うるせんだよ。なんもねえな。どうしよっかな。これでいっか。あと300でいける。こいつ何やばい。5ばっかじゃね。大丈夫ですか。あ、
そうだ。やばそうだな。あ、一で出てきよった。はいはい。それでかまわ。何50優位してんだ、お前。腹立つわ。終了だよ、お前。あん時やめときゃよかったんだよ、カレルさん。本当にコンラッドを手放さないのか、長く不在にするわけでは。ありえん。何がありえんって。まあいいさ、工事が完成するには金が足りないと聞いてるし、建築を愛する者として俺は。なぜお前がそれを知っているんだ。それは重要じゃない。俺はあんたを助けられる。そっちの方が重要だろう。くせ、いくら払うつもりだ。うん。いくらだと思う。どうだ。合意だな。ひどい申し出だな。何？絶対嘘だ、てめえ。どうだ。これが最後だ。もう少しなんだがな。もう少しね。本当？じゃあ、これで。ああ、わかったよ。カイザーを連れて行けばいい。やったぜ。交渉がまとまってよかったよ。神のご加護。アジェンカイザー。違うから。どう？この人復活してんな。ちょっと待って。この人ね、殺しちゃったんだよね、俺。いや、逃げるからついやっちゃったんだけど、復活しててよかったわ。こんなっての事情弱ーわ。そんなにアーバン怖いの。でしょ。あいつが絶対に後をつけてやる。この日が来ることは分かっとった。なんだって、誰が。カレルはあなたに出発してもいいって。出発してもいいだと。外になど一歩も出れるものか。またにしてくれ。落ち着いて、一体何が起こったか教えてください。つけられてよ。出産でもすんの。誰に。誰があなたをつけてるんですか。もちろんシゲスムントの手のものだよ、バカ野郎。なぜあなたをつけたりするんです。ニコポリスについて私が非難したことを許してないからに決まっておる。その報復だ。どうすればいいんだ、ストーカー野郎。なぜつけられているとわかったんですか。笹上向かうときにペイチャー男爵をコステルツで見かけた。彼はシギスムントと一緒に十字軍で戦ったんだ、私のようにな。この村の酒場で彼の姿を見たという者もおる。それに夜中、不審な者がここの庭をこそこそ嗅ぎ回っておる。そうだ、ドアを蹴破ろうと企む者がおる。つけられておる、ヘンリー。私の命を狙っておる。だよ、うるせって。落ち着いてください。誰かがあなたをつけているのなら俺が会いに行きます。街中を探し回るか待ち伏せして。うまくいくかな。お主が見抜けなかったらどうする。そうはさせません。約束します。庭に隠れて日没後に誰かが怪しい行動をしたら、そいつを捕まえてみせます。そうか、やってくれるか。そうか、見つからないようにしっかり隠れるんだ。お主に気づけば近づかないだろうからな。何？殺し屋か、今更になって。殺し屋で。
健康を祈った。ペイチャー、ペイチャーについて何か知ってるか。知ってるぜ。何かの取引できたらしい。ピーターが言うにはな、ピーターは宿で彼とダイスしたんだ。はあ、なんだそれ。じゃあ気をつけて。ピーター、お前は。ごきげんよう。ペイチャーについて何か知ってるか。最近よく見る高貴な人か。村の宿に泊まっているって聞いたぞ。うん、なんか退屈そうだな。あくびが出るほどな。そうか。神聖で知識に満ちてるササウなのにどうして。話もしたくない。あの人たちよそよそしいし、本に触らせてもくれないんだ。じゃあせめて聖プロコピウスの遺物を見るだけでもと思ったら追い払われた。泥棒みたいに扱いやがって。俺をのけ者にしたところで、あのしなびた修道院の何のとこになるってんだ。亡きプロコピウスの遺物はそれほど残ってないらしいな。それがどう関係あるんだ。攻めてるわけじゃない。単に安置所の聖遺物箱に触れるのは修道士のみということだ。加護のために聖プロコピウスの洞窟から遺物を持っていく人たちがいたせいで、今は立ち入りを禁止されてる。わかってる。そんなつもりは一切ない。縁起担ぎに触ってみたかっただけなんだよ。手を貸せるかもしれない。どうやって。何か悪巧みしていないか。まさか彼が住んでた修道院の洞窟から何か持ってこようかと思っただけだ。あそこなら入れるんだ。少し手に取って触った後、俺が返しておく。おう、わざわざやってくれるのか。もちろんだ。それはありがたいな。じゃあ気をつけて。サブクエが出ちまったじゃん。夜夜だぞお前。あ、いたいた。ペイチャー。健康を祈って。健康。あんたがペイチャーさんですか。あなたがペイチャーさんですか。そうだね。さて君は一体どなたかな。ヘンリー。ヘンリーだよ。スカリッツのヘンリー。僕に何の用だい。スカリッツのヘンリー君。ああ、なんだ。なぜササウに来たのか聞きたくて。尋問というわけだね。なるほど。もちろん仕事のようでだよ。誰と取引しているんですか。代わりに僕の愛人たちに聞いてみたらどうかな。僕の商売相手は君には関係ない。どういうこと。カイザーに近づくな。カイザー、コンラッド・カイザー。僕が一体彼に何の用があるって言うんだい。心配する必要はないというのか。心配？一体何のことだ。彼とは友人だった。友人だったって。そうか、それならいいです。ご指示とあらば。じゃあ気を。ご指示とあらば。なんだ、やるってのかい。まさか。ちょ、雨降って。こいつか。ペイチャー、何やってんの。あれ、ここで何をしてる。静かにしてくれ。修道院中を起こすつもりか。黙れ。あんたの暗殺の企みは失敗だ。暗殺？何のことだ。ここに来たのは仕事のためだと俺に言ったよな。カイザーはあんたを恐れる必要はないと。なのに家に忍び込むのを捕まえられるとはな。カイザー、彼はこの修道院に住んでいるのか。ああ、ここの、この家にな。あんたはこんなところで何をしていた。どうも勘違いしてるようだが、ここの管理人のセバスチャン・ボンバークと長年取引をしていてな。塩と調味料を納めているんだ。で、彼に騙され続けていたことが発覚して、
しばらくは言い争いが絶えなかったが、まだ続いていたわけだ。それで金を返してもらいに来た。コンラドと争いに来たんじゃない。そうなの？分かった、信じよう。だけど夜中にこんなところをうろちょろしたり、玄関を蹴破るような真似をするのはやめてくれないか。コンラッドは怖がって死ぬような思いをして安心させないと。そうだな、コンラッドらしいよ。別の方法を考えることにする。元気でな。元気でな。何やってんだお前。普通に迷惑罪です。しましょう、コンラッドさん。それで誰かいたか。ペイジャーです。ねえ。ええ。それでいい。恐れる必要はありません。一晩中外を見張って何も起きませんでした。何人か村人が通りましたが、危険な様子はなかった。ペイジャーはどうだった？彼は悪巧みをしておらんかったということか。うん。ええ。彼はただここの管理人と商売しているだけです。だからここに現れたんです。そうか、お主がそういうのならもう少し様子を見てみようか。タルムバークに来てください。あそこなら守備隊がそこら中にいます。そうか。そうか、そうだろうな。そりゃそうだろう。ありがとう、ヘンリー。お主には世話になった。タルムバークで会おう。世話が増えさやすいよがってこの野郎。世話かけさせやがってこの野郎は。あ、エレベーターあんじゃん。この方式か。昔はこうやってエレベーターやってたよね。自分の手でも持ち上げるんだよ。まあそっからハンドル式になって重り式になったって感じ。って感じ。昇降機ね。絶好の場所を選ばれた。門を壊したいということで。そうだ、ダメージを最小限にしたい。もちろんそうでしょう。イストバンが立てこもっているんですね。その通りだ、コンラッド。君は彼と決着をつけたいと聞いたが。いや、決着というならもうついています。シギスムントはオスマン帝国の戦いで私より彼を選んだ。その結果はご承知の通りです。ああ、どうなったんですか？惨憺たるものでした。フランスの騎士たちは玉砕されたんです。シギスムントは逃亡しました。まあ私も同じようなものですけどね。今回は同じ過ちを犯してはならないぞ。兵糧攻めで降伏させるのではなく、門を突破したい。よくよく分かっておりますか。早速投石機を作ります。数日お時間をいただければと。おすすめしたい武器がありまして、ロケッタと言います。一発で奴らをぶちのめすことができる。ロケッタ、初めて聞く武器の名前だな。なんだそれ。ロケッタは飛び道具で黒色火薬を詰め、底の部分から点火します。前方に飛ぶ石を使わない大砲のようなものです。遠方から攻められます。使いたいが無理だ。ここには火薬などない。大砲もだ。いかにも失礼いたしました。でも画期的な道具でして、アレクサンドロス大王がロケッタをお使いになっていたら、私は歴史が変わったと思うのです。言いたいことは分かります。ねえもんはねえんだよ。我々に必要なのは状況を打開すべく至って現実的な解決策なのでしょう。わしはまだイストバンが交渉に応じる可能性があると思っている。もちろん可能性はあります。城の前にドンと特製の投石機を置いてやるわけですから。
ロケランでも打つか。ガイさん、ガイさん。で、どうすんだよ。はい、というわけで、まあ、今回は、この辺にしときましょう。それでは、またのご来店お待ちしております。バイバイ。